こんにちは、すみだです。大阪府と奈良県にまたがって美しくそびえる二条山、本日は奈良県側より登っていきたいと思います。それでは行ってみます。麓に大きなため池がございます。大池という名称だそうです。本日は3月27日でございますが、この季節の大きな楽しみの一つはこの桜ですよね。正面に見える鳥谷口古墳のおそばの桜も満開かな。いやー、咲いてますね。はい、約1300年前に築造されたという鳥谷口古墳です。古墳のおそばに咲くあの桜をですね、近くへ眺めに行きたいなと思いまして、階段を少し登ってみます。花や木の知識ってあんまりないんですけど、結構木によって咲く時期にも差があるものなんですね。ため池の方から見ますと、古墳のちょうど後方でございます。その後方でですね、このようなご案内を発見いたしました。いやー、そうですか、こちらからも大岩に登る道があるんですね。しかも前回歩きました、隠れ坂、そして眺め坂へ歩いても行けると。そうでございましたか。今度歩いてみようと思います。今日はもう一度古墳の正面に戻ってまいります。はい、一度古墳の下へと戻りまして、再び山頂へ向かって歩いてまいります。二条山登山口、こちらと。こちらを右手に登ってまいりますと、大岩ルートですね。私は本日は有泉寺様のお隣から登っていく有泉寺尾根ルートを歩いて目岳山頂に向かっていきたいと思います。山門に馬の背出ますよというご案内がございまして、こちらを登っていきますと馬の背へと続くのですが、私は今日はここを左へと登らせていただきます。ここを登らせていただいたところにお堂があるようなのですが、その手前に目印がございまして、ここから山道へとなってまいります。このルートを歩くのは2回目なんですよね。はい、登ってまいります。序盤
緩やかにまっすぐと伸びる道を気持ちよく歩いてまいります。あの岩の上からの見晴らしが確かとっても良かったんですよね。はい、ここは気をつけて登りたいと思います。こんな感じで岩が続いてたんだ。そうするとあの上の方がもっと見晴らしいのかな。いやー、これは二度目に見る景色なんですが、目だけ、いやー、尾だけ、大和盆地がとってもよく見渡せます。はい、今登ってきた道です。引き続き目だけへ向かって歩いてまいります。これにしても優先上ねば本当に見晴らしいですね。春を感じながら心地よく歩いております。短いアップダウンを経て、この辺りからまた少し登っていく感じですかね。岩の前で、こちらは左へと道が続いております。はい、十三重の塔方面より来ました道と合流しました。ここは左上へと登ってまいります。山頂の賑やかな声も聞こえてまいりました。バードウォッチングにもってこいのポイントを過ぎますと、こちらが目岳山頂でございます。はい、目岳から南の方角の眺めです。金剛山地の山並みがよく見渡せます。風も穏やかで和やかな目岳山頂です。はい、無事に下山してまいりました。山頂でとても仲の良さそうなご夫婦に時々見てるよとありがたいお声をかけていただきまして、二条山っていろんな登山道ありますよねっていうお話をしてたんですけどもね、まだ歩いたことのない道もございますので、次回また楽しみに参りたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。すみだでした。